まあ時々するというか、そのなんか僕が初めて変だなと思うことがあった時の話なんですけど、その頃僕は雑誌社に勤めててカメラマンをやってて、でもう本当にもう何でも撮って、もう例えばもうグラビアのね、水着のグラビアも撮るし、もうラーメンとかおもちゃのカタログみたいなのも撮るし、ヤクザのインタビューとかも撮るしみたいな感じであって、でその中でこうちょっと殺人事件の現場とかそういうのもこうやるっていう、撮るっていうね、撮影するっていうのもあったりした中で、その頃ね、ちょうど2000何年かな、2004年とかぐらいだったかな、ほの暗い水の底からってJ ホラーの映画あるじゃないですか、あれがちょっと流行ってたんだよね。で、あれが結局団地の上の貯水槽にっていうところで、なんか死体がとか、なんかそういうホラー映画だったんだけど、それが流行った時にそれの原案になったんじゃないかって言われてる事件があったんですよ。で、その事件っていうのは結構古い事件なんだけど、その実は1977年ぐらいの事件で、で秩父のね、山奥の方にこう道路があったんですけど、そこはね、本当にすごい細い、もうなんかこうトラックが1台こう通れるかどうかぐらいの細い道で。で、セメント工場とかが近くにあったんで、その夜中にこうガーッとトラックが通るぐらいで、あんまりこう街灯もなくてっていうところがあったんだけど、そこのねところで幽霊が出るっていう噂があったんですよ。で、その幽霊が出るっていう噂があったんだけど、どんな幽霊かっていうと、例えばトラックとかタクシーとかが夜中通ると、なんかね、しゃがんでる女の人がいたりするんだって。で、それでね、なんていうのかな、こんな時間にこんな真っ暗なところで女の人がいるのおかしいと思って、その運転手が止まったりスピード落としたりすると、その人が振り返るんだけど、それがね、顔がグズグズに崩れてたりするんだって。で、共通点としては、黒色のとっくりセーターを着てて、グレーのスカートを履いてて、で髪が長いっていう、そういうなんか特徴があって、で、いろんな人が見てて。で、例えばそれって結構有名なことになったんで、女性週刊誌とかにも載ってたのね、幽霊が出る、そこ出るっていう噂が。そしたら、ある日そこの場所で、もう夜のね、10時ぐらいだったんだけど、そこにちょうど貯水槽があったね、防火用の貯水槽があったんですよ。で、そこをなんか消防署の人がね、急に検査しなきゃって夜中に急に思い立って、そこを2人で行って検査するためにこうバコッて開けたら、髪の毛が水面にわーって広がってて、で警察慌てて呼んだら、ちょっとその中で女の人の遺体があって、で警察の人がそういう髪の毛こう持ってこうやったら、ズブズブズブって抜けて、ちょっともう中では白っつって、ろうみたいに、ろう人形みたいになっちゃうことなんだけど、水温が冷たいからね、腐らないで、そういう状態だったっていう事件なんです。で、それね、普通はね、3ヶ月に1回ね、その検査はしてたんだって。なんだけど、1週間前にしたはずなのに、急にその人はもう1回しなきゃって思ったらしいの。だけど、それ遺体は結局、新聞記事出てますけどね、遺体はね、ずっと前にもう1年ぐらいそこにいたのね。で、実は。で、ただ幽霊が出るっていう噂はずっとそこで1年ぐらいあったのよ。だから幽霊が自分の遺体を発見させたんじゃないかっていうことですごい話題になって、当時で日本のその心霊事件史みたいなのがあるんだけど、それに必ず出るこう有名な事件で、当時のね、毎日新聞とかにもね、その事件は載ったんですよ。しかもなんか幽霊が発見したんじゃないかみたいな、今だとちょっとありえないよね、新聞がこういう幽霊とか載せるっていうのは。だけど当時はそういうのが載ってっていうことがあったんです。で、それはちょっと珍しいことだし、その映画のことに絡めて取材しようって言って、作家の小池孝彦さんっていう作家さんと、女性の編集者で、僕はカメラマンとして行って、で当時の新聞って住所載ってるんですよ、被害者の。だからそれを見て、でカーナビにそれを打ち込んで行って、その被害者のお宅をちょっと訪ねるわけにはいかないけど、行ってみようかと、とりあえず手がかりがないから行ってみようかって言ったら、カーナビが間もなく、到着しますみたいなことを言ったんだけど、あれ？でも結構離れてるけどなと思った。で、しばらく走ってると、
目的地に到着しましたって言うんだけど、全然到着してないんですよ、地図上で言うと。隣町ぐらいで、で、あれおかしいなと思ってもう一回やり直して、でももう一回そこに来ると到着しましたっていう。で、なんだろうと思って、まあでも一応降りてみようっつって、そこにあったコンビニの駐車場みたいなところに降りたら、目の前がすごい墓地なんですよね。ほんで、なんでお墓なのと思ったんだけど、まあ、ちょっと念のため見てみようかと思ったら、かなり広い、まあ、100とか200とかある墓地なんだけど、その被害者のお墓がすぐあったんですよ。で、っていうことで、まあ、お花とお線香をあげてたんだけど、その作家さんがカメラで、当時デジカメで撮ったりしてたのね。そしたらこう歩いてたら、あーって急に声を上げたの。で、あ、どうしたんですかって言ったら、カメラガチャンって落としてたのよ。で、それで、あー落っことしちゃいたって言って、こうやって触ったらレンズが出たり入ったり、ウィーンウィーンとか言ってるから、あー壊れちゃったんですねって言って、で、その日は持って帰ったんだけど、そのカメラを。そしたらなんか後で連絡が翌日来て、なんか撮った覚えのない動画が入ってるっていう。で、その動画を見たら、なんていうんですかね、2つ2秒ぐらいの動画が2つ入ってたのね。で、1個はなんかカメラがこうやって振ってるのよ。で、僕その話聞いた時に、カメラをこうなんかどっかで膝とかでこう押しちゃって動画のスイッチを押したんじゃないかなと思ってたんだけど、いや、もうあの動画の機能さえあるのは知らなかったって言ってて、で、まあまあでもなんか操作ミスでやっちゃったんだろうと。で、2個目の動画を見たら、お墓が映ってて、で、それがちょうどね、被害者のお墓だね。で、被害者のお墓からファッて女の人が出てくるようなのが映ってて、いや、それが、まあ、黒いとっくりセーターを着た女の人のように見えたんだよねっていうことがありまして、で、まあいろんな偶然が重なってるんだけど、衛星データがこう、なんていうんですかね、被害者のお墓と被害者の家を間違ってる偶然というか、そういうのもあるし、たまたま幽霊の目撃談があったところで遺体が発見されたっていう偶然があるし、で、なんかたまたま動画を押しちゃったっていう偶然とか、たまたまその動画があったっていう、僕らはそこのお墓のところに誰もいないと思ってたんだけど、もしかしたらいたのかもしれない。だけど、そこでたまたまその被害者のお墓の後ろでたまたま黒い特殊セーター着た人がいてみたいな、なんかものすごい確率のたまたまが重なってみたいなね。で、それもちょっとなと思って、なんかその僕の中ではちょっと説明できなかったことなんだけど、記録用にビデオカメラを回してたんですよ。ずっとそれをなんか前やってた、面白いだろうなと思って。で、そういうものが経緯があったから、これはちょっと DVD にしたいなと思って、それで会社に企画出したら通って、それで夏のこうコンビニで売ってるこう心霊特集みたいなやつの DVD にしたんだけど、まあ初めてそういうものを出したから、別に特になんかこうお祓い済みとかよく書いてあるじゃない。でも別にそのお祓いもしなかったんだけど、ただね、僕が編集してたのね、家でパソコンでしてたんだけど、その編集してた時に動画が完成して、じゃあテープに書き出すよっていうところで、書き出しをやったらね、パソコンがそのまま壊れちゃった。でもえらいことだから、業者に頼んでも結構なお金かけて直して、でやっとこさでテープを作って、それで納品したの、業者に。で、そしたらね、完成はしたんだけど、こう完成して販売してた時にクレームが来たのよ。見れないって、 DVD が見れないっていう、えらいことだなと思って、それでこういろいろ調べてたのね。そしたら、ある DVD のプレイヤーでかけるとかかんないんだって。 でもいろいろ調べてたら、リモコンで数字の45って押すと見れるっていうのが分かった。で、と思って、まあでもなんか見れる方法があったから、いろいろクレーム来たらそれで対応しましょうって言ってて、見れないっていう人がいたら数字の4と5を押してくださいっていうことで説明してた。そしたら、あるお客さんが、死後ですかって言って、ああなんかうまいこと言うなって俺は思って、面白いなと思ったんだけど、中には気持ち悪いって言っても送り返す人がいた。で、中にはね、こうシールが貼ってあったんだけど、そもそもそのシールを開けないで送り返してくる人とか結構いたのよ。で、自分の住所も書いてないから返金もできないし、と思ったんだけど、でもそれね、えらいことじゃん。もう場合によってはもう数百万の損害が出てた可能性もあったから、その業者さんに
もうその原因解明のためにちょっと連絡をしたのよ。そしたら連絡がつかなくて、その営業さんが。でどうしたんだろうと思ったら、その間に入ってくれてた人が、実はちょっと入院したんですよって言って、何があったんですかって言ったら、僕がテープを納品した日、その人が会社にテープを持って帰って、で新宿に行ったら、その駅のホームの階段から落ちちゃって頭打ったんだって。それで一回意識不明になって、で病院に運ばれてたんだけど、で家族に連絡しようと思って奥さんの連絡先聞いたら、あのね、奥さんも連絡つかなくなってたの。でその時何が起きたかっていうと、お子さんがいたんだけど、お子さんが学校で階段の踊り場から落ちちゃったんだって。で後で言うには、誰かになんかポンと突き落とされたみたいな感じで、でも誰もいなかったのにバッと落ちて、それで、頭打って、でお母さんがその連絡を受けて慌てて家を飛び出したら、家飛び出したところでトラックに引かれちゃった、軽トラに。それでお母さんも入院して、で本人がそういうことで、だから家族3人がほぼ同時刻に3人とも入院しちゃったと。それでこの入院したのは、そういう心霊みたいなのをやったからだと本人は思ってるんですよって。だからちょっと今後御社との付き合いはちょっともうこれきりにしてくださいっていう話だった。でそういうのがあったんで、ちょっと翌年からまた出したんだけど、違う取材とかして、その時はもうお祓いして、お祓い済みっていうのを、やるようになったんだよね。でまあだからそういうことがありまして、なんか僕はね、ちょっとなんだろう、幽霊見たわけではないんだけど、そのまあ動画に映ってるのは あったんだけどね。それがでも幽霊かどうかわかんないし、だからなんかどういうことなんだろうっていう気持ちで、まあ、今に至るって感じなのかな、なんですよね。まあまあそんなお話なんですけど、まあ、おそらく人がいたんでしょうみたいな感じではあるんだけど、まあ、僕らそうだね、僕らの記憶だとそこには人はいなかったのね。はい、ただ自分の目で見れなくてもカメラのレンズ越しだと見える場合とかもあるじゃないですか。その幽霊さんだと特に可能性もあるのかなって。なんかね、逆のことが前あって、はい、あるところのお祓いっていうか、そこで、はい、IT 会社のお祓いを取材に行った時があって、はい、でそこでもうみんなうつ病になっちゃったり自殺者が出てるみたいなところで、はい、でそこにお祓い行った時に、目で見るとそこの問題のデスクっていうところが、天井がね、うわーって下に引っ張られてるように歪んで見えるのよ。歪んで見えるような気がして、はい、でそこだけ明かりがわーって暗いように見えるんだけど、カメラで見ると真っ直ぐなってるんだよね。なんだそれ。ただまあそれはもう気のせいなのかもしれないんだけど、結局犯人はね、最初はね、それが誰の遺体か分かんないって言われてたのが、歯型で分かって、はい、虫歯の治療跡とかで分かったんだけど、はい、結局ね、犯人はね、恋人だった自分の。それで、実はね、妊娠してて、それで恋人に妊娠したから結婚みたいなのを迫ったら、はい、それがもう嫌になって、殺しちゃって、別の場所で殺してそこに貯水槽っていう、まあちょっとね、悲惨なあれなんだけどね。 でもその女性を探すときに、その知らんぷりして、犯人はなんか自分も心配したふりとかしてとかね、結構ひどい犯人だったんだね、そういうのあって、まあなんかね、まあちょっとこうあれなんだけど、でも面白いことに、そのこの DVD をこの DVD を出したら、テレビ局が、はい、2個ぐらいね、はい、これを検証したいって言ってきたので、どうぞっていうことになって、はい、そしたらカーナビを検証したら、テレビ局をやっても同じことが起きた、はい、であるのはテレビ局の車とあとタクシー使ったらしいんだけど、はい、同じことが起きたなって。でもそれ自体はその衛星データとか地図データが間違ってたのかもしれないけど、はい、なんでその本人の家とお墓を間違ってるような間違えた方をするか、間違い方がおかしいっていうか、そうですね。でもね、それから10年後ぐらいに僕がちょっと頼まれてもう一回取材したんですよ、はい、そしたらね、今度はね、カーナビ入れたら今度はね、家まで着いたの、はい、お墓じゃなかったの。
なんだけどその時にはスマホができてたじゃん、はい、だからねスマホで同時にね Google マップを入れてた、はい、そしたら僕あの北千住からその埼玉の秩父の方まで行く時にそのカーナビの方はちゃんと連れてってくれるんだけど Google マップの方はどうやっても高速をとにかく下ろそうとする、はい、次を右で高速降りてくださいみたいな指示をするんだけどそれで何なんだろうと思っていっぺんその行き先みたいのをあれしたら、はい、その出発地点に戻ろうとしてた Google マップは、それでおかしいからサービスエリアで何回か打ち直して目的地打ち直したんだけど、はい、それでもずっと最後まで同じことが起きてで高速を降りて近くのコンビニ行ったらね目的もみたいになっちゃってね。それでっていうのはありましたね。それ結構最近の話ですけど。何なんでしょう